一発で当てちゃったらもう終わるからさ。引き出すか？引き出せるのか？ここから。いい加減、ふざけるのはやめろ。あれ、怒ってる？僕のせいにしたって、車田を殺したのは変わらないよ、サラさん。それより銀の居場所だよ。僕から見ても運ゲーだからさ。好きな数字は、ゼロだけどないしな。どこにヒント使おうかな。綺麗な瞳をしてるね。汚いものが映ってるけどな。ユニークな返しだね。サラちゃんの瞳は確かに綺麗だ。しかしお前と向かい合ってる以上、お前の汚い姿が目に映ってしまうんだよ。サラちゃんはうまいこと言えるんだ。わかったか？どうだ、参ったか？よーし、3番で行こう。今日のラッキーナンバーなんだ。サラさん、3番のランプ押してくれないかな。私に押せっつうのか。わかったよ。緑は3番と言ってたな。これを選ぶか。なるほど、別なやつ選んでもいいの。へえ、言うこと聞かなくてもいいんだ。どうしようかな。違うの選んでやろうかな。6番とか、もう倍の数字だし、どう？ラッキーも2倍なんじゃない？これ選ぼっかな。おっと、ジョーちゃん、ズルはいけないね。緑の言いつけ守れるか、ちゃんと俺が見といてやるよ。ここで欺くことはできそうにないな。くそー、ダメか。アルジーがそうだよな、見てるもんな。じゃあ分かったよ。3番押してやるよ。はい。私は、意を決して、ランプを押した。え？青く光ったなぁ。これ緑が緑自身を撃つことはできるのかな？これ銀くんか緑かどっちかってことになっちゃうもんね、もうね。青く、点灯した。青って、人間じゃねえか。それじゃあ、銀か緑ってことか。ちょっと待ってくれにゃん。もう青が出ちゃったわ。何を驚いてるのさ。君たちの推理通りなら、すでに3択でしょ？出やすいのは当たり前。むしろ推理が当たってて嬉しいことなんじゃないの？まあね、3分の2で青が出るからね。このサラちゃんたちの推理が正しければ。それは、そうだが。覚悟してなかった？こんなあっさり銀を失うことになるなんて、ねえ。いや、まさかこんな簡単に銀くん失うことになるなんて本当に思ってないよ。え、もし本当にこんなあっさり銀くんのこと失ったら私はもう、マジでお前をドリルどころじゃない、もうコッパみじんに潰してバキバキにしてぐちゃぐちゃにして、なんだ、吸い込んで、ペッてしてやる。なんか、閉まらないな。まさか、選ぶつもりかよ。サラ姉ちゃん。大丈夫だ、銀。緑、お前は選べるわけがない。ん？選べば、お前だって 50% で死ぬんだぞ。死が、怖いはずだ。まだそんなこと言ってるんだ。都合のいいことばかり考えてないで、現実を見なよ。僕は手を切り落とすことだって、ノリでやっちゃうのに。だったら、選んでみればいい。3番の棺を。オッケー。アルジー、3番の棺をヒットして。な、おう、了解。
んな馬鹿げた真似。こんなやり方で運命を決めるんですか。お願いお願いお願い。君の負けだ、サラ。アルジーは棺を選んだ。お願い。お願い。サラ姉ちゃん！さあ、早くも決着がつくのか？運命やいかに？やっぱりか。人間なんだ。うわ！私が言ってたこと当たってたってこと？だって、じゃあ緑はやっぱり人形？だから緑は躊躇なく青く光った棺を選ぶことができたってことかな。自分じゃないの分かりきってるから。マジか。何？この振動。嘘でしょ。まさか、なんで私が、この、ひなこ？いやー、えぐいよ。惜しい！ヒットしたのはひなこだ！ひなこちゃん！そんな！ひなこぜよ。青は銀か緑のはずじゃねえのか。どうなってる。私たちの推理は間違ってたのか。何かとんでもない勘違いを。カンナたちはみんな落ち着いて冷静にもう一度話し合うんです。無理だよ。全然状況が違うんだもん。選ばれたら跡形もなく殺されちゃうんだよ。お願い、冷静になって。進展、ひなこの青いランプ。ヒントではひなこさんは人間ってことになりますよね。すべての推理は大外れだったんだ。全部最初から考え直すべきなんじゃないかい。緑があんなにあっさりと棺を選んだのは絶対におかしいよ。ランプの色は赤と青が出たんだ。棺管理画面の情報は正しいってことだ。どうなってんだ。犠牲者の映像にひなこの分だってあったんだぜ。いやー、ひなこちゃんのはさ、下半身しかないのよ。下半身しか映ってないんよ。僕も同じように殺されちゃうな。銀くんだけは絶対に生きて返したい。それだけは誓う。もうどんな状況になろうとも銀くんのことだけは救う。銀くんの生死をかけての分岐があったら私は許さない。引き出しましょう。ひなこさんは人間ってことになる。さっきのドリル、血がついてないんです。でもそんなところで判断できたらヒント機能の意味がないですよね。血で判断つかない設計になってるかもしれないな。やっぱりこれまでのひなこさんの行動で判断するしかないです。ひなこさんはパーツを取り替えたりとか人形にしかできないこと何かやってませんでしたか？いや、やってないんだよ、ひなこちゃんは。やってない、やってないよ。ねえ、棺の管理情報は正しいってこと。筋は合ってるんだ。なのに、なんで答えが違ってるんだよ。ドリルで、ぐちゃぐちゃにされるわ。落ち着くんだ、銀。そんなこと、私たちが絶対にさせない。どうしても、思い出しちゃうな。さっき見た怖い映像。ヤンキーは壁に潰されて、綿飴はお腹
ら違う。ピエローナは体を刺されて、スーツメガネは斧で、みんな苦しそうな顔だったじゃん。ギン、分かってるにゃ。こんなこと言っちゃダメって。でも怖いんだね。ごめんわサラ姉ちゃん。絶対に救う。待っててくれギン。絶対に救うぞ。全力を尽くして銀君を救ってやる。犠牲者の映像にひな子の分だってあったんだぜ。俺だって覚えてるぜ。何かに釣り上げられたのか、足元が浮いて死んでいく姿が大きく映ってただろう。なのになんでひな子が人間なんだよ。これと銀君か。なるほどね。緑があんなにあっさりと棺を選んだのは絶対におかしいよ。ズルしてる。絶対に仕掛けがあるんだよ。ズルって言ってもこんなの私たちが一方に殺されるだけ。ゲームなんかじゃないよ。マイさん、全ての推理は大外れだったんだ。全部最初から考え直すべきなんじゃないかい。考え直さないかい、サラさん。興奮していて冷静に話せる状態じゃない。これだ。死んでいく姿が、足元がね、顔は見えてない。あれがひな子ちゃんだったという証拠はないの。本当に苦しそうな顔をしていた。ここだ。苦しい顔だったか。そりゃそうだよな。ひな子だって中学生だし、こらえようとしたって涙が。あれ、思い出した？ひな子ちゃんは一度も顔が映ってないんだよ。おかしいな。映像は見たけど、ひな子の表情までは覚えてね。見たのはノエルだもんね。あの、思い出せなくても当然かもしれません。顔が映ってないんです、ひな子さんの映像だけ。あ、そうだった。なんか怪しくねえか、それ。本当に死んでたのかわかんねえし、顔が映ってねえならひな子本人かどうかも不確かってことだぜ。けどよ、映像のやりとりではひな子って呼ばれてたぜよ。呼ばれてたか？呼ばれてたか？呼ばれてなくね？そりゃそうだけど、なんか気になるよな。え？呼ばれてたっけ？やばい、私の記憶が違う？ちょっと待ってよ。ちょっと映像をもう見返そう。思い出せーって言ってる時間があるんだったら、見た方がいいわ。やっぱりひな子の名前は出てないよ、別に。だから、あれがひな子ちゃんだったという確証はないよね。そりゃそうだけど、なんか気になるよな。もしもこれまでの推理が間違ってなかったとしたらさ、おかしいのは、ひな子の方ってことにならねえか。確かに。これまでを思い出しても、ひな子の行動は謎が多かった。何か、隠された事実があるのか。彼女について、もう少し考えてみた方がいいのかもしれない。わかりました。一度ひな子について話し合ってみましょう。あくまで推理を信じると言うんだね。わかったよ。疑ってみるしかない。ひな子さんを。進展。ひな子について。まず、ひな子さんが本当に人間だとしたら、あの映像では死んだように演じただけだったということでしょうか。待てよ。顔が映ってねえなら、こういうことも考えられるぜ。犠牲者の映像のひな子と、ダミーズのひな子は全く違う別人なんだよ。犠牲者の映像以外に手がかりはないぜよ。なあ、この三つか。なるほど、セブ。さあ、引き出しましょう。考えてみれば、映像には直接的なものが何一つ映ってなかったんです。他のダミーズさんには、刃物や斧のような刃物や処刑装置がちゃんと映ってたのに。確かにそれは変だな。一体どういうことなんでしょうか。
あのロッカールームで殺されたんだと思うんだけどな。なあサラ、これまでの探索で映像以外に犠牲者について触れてるものを見かけんかったぜよ。これまでの探索でか。犠牲者に触れているものは美術室だな。美術室で見かけましたね。あそこの壁にはナオさんたちのような犠牲になった人たちが絵に描かれていました。もうそうぜよ。そうや、その中に一枚気になる絵があったぜよ。え、一体何の絵ですか？そこが思い出せんぜよ。え？どうも細けえ記憶がな。どうしようか。九太郎さんの記憶を刺激するものを持ってるなら突きつけてみてもいいかもしれない。え、灯籠？すぐ灯籠使おうとしちゃうけど違うか。きっと本物のひな子は映像通り死んだんだ。そこへ謎の人間がひな子になり変わってダメージとして潜入した。きっと万が一にもバレないように外見だって真似したんじゃねえか。中学生のブレザーに派手なソックス、ピンクの髪さえ用意すりゃひな子になるのさ。そんなことありえるんだろうか。んー、アイテム。ん？お、これで思い出せるか？おー、なんぜよ、それで思い出す手助けをしてくれるぜよ。はい、これをよーく見てください。あ、来た来た来た。あー、これか。この、うつ伏せに倒れてる少女の血まみれのやつ。靴下一緒じゃね？これ。よく見たら。この子だけ何者かわかんないよね。だってね。多分この左上のやつが、くぎえちゃんで、なおちゃんで、しんくん、みどり、じょうくん。で、これが、あれでしょ？刑事さんの、相方の笹原めぐみさん。で、これはわからないけど、気になるのはこれだよね、どう考えてもね。おお、思い出してきたぜよ。この中から気になる絵を探そう。これでしょ。これだけは謎ぜよ。中学生のブレザーに派手なソックス、地味な黒髪が見える女の子の絵ぜよ。地味な黒髪ね。そうだよね。中学生って書かれてたのって二人だけのはずなんだよね、確か。ひなこちゃんとかんなちゃんの二人だけで、銀くん小学生とか、他あの職業書いてあったはずだもんね、あの4枚組の紙にさ。だから確かにこの制服の子はおかしいんだわ。これを発言に加えてもらおうか。加えてもらおう。九太郎さん、それを発言に加えてください。ザッツ了解だよ。いや、いいこと思い出してくれたね。多分これだね。中学生のブレザーに派手なソックス、地味な黒髪か、このレコさんの中学生のブレザーに派手なソックス、ピンクの髪さえ用意すりゃひな子になるのさと。さあ、これだ。ちょっと待って、九太郎。その特徴、ほとんどひな子じゃねえか。おい、落ち着くぜよ。いくら似てたって、一番特徴的なピンクの髪が違うぜよ。服装が同じでも、頭髪が違うなんて、そんなもんただの、そのひなこちゃんの格好をしていたピンク色の髪の誰かってことになるよね。別人。別人！どうやら、信憑性が出てきたみたいだな。いいか、よく聞いてくれよ。美術室に書かれてんのは、全部デスゲームに巻き込まれて死んだ犠牲者だ。当然、その絵の女の子もここでの犠牲者のはず。けど、こんな黒髪の女の子、誰も見たことがねえ。その通り。きっと、最初の試練で誰にも会わねえまま死んじまったからだ。そして、ひな子の映像。これは最初の試練で、しっかりとひな子と呼ばれている。そっか、呼ばれてたのか。呼ばれてたのか。やばい、全然わかんないぞ。まあ、確かにひなこの映像っていう選択で、犠牲者のビデオがブワーって流れてる時は見れたけど、
その大昔2章の時に見た映像ではその名前は出てなかったよね。ただこの最終章に入ってから見せられた異性者のビデオにはひなこって呼ばれてる部分があったってことでいいのかな。ちょっとちゃんと確認してなかった私が良くないね。これは多分そういうことなんだろうね。これは最初の試練の映像でしっかりとひなこと呼ばれている。つまり黒髪の女の子こそがこの映像で殺された本物の未熟ひなこだったんだよ。そしてダミーズのひなこは成り代わってたんだよ、別の人間が。な、バカな。ひなこちゃんが、あのちびっこが人間だったにゃん。ねえ、それじゃあ、緑は人間じゃないの？私についてるのは、人間の緑の手なんでしょ？それは、わからない。でも、どっちの推理も外れているとは思えない。一体、緑の正体は何なんだ？困ってるみたいだね。今の推理、一つだけ、僕からも反論があるよ。何？ダミーズについて、最初に説明したよね。ダミーズとは、他の生存者と関わりを持たなかったものを採用するって。それって、そう！まさに本物のひなこが採用なんだ。え？どういうこと？どういうこと？もっとちゃんと説明してくれ、緑。君は言葉足らずで、なんか意味を曲解してしまうような、すごい難しい説明が多いのよ。もし別人がいたって、僕もルールは守る。要するに、黒髪ひなこのダミーズもいないと、おかしいんだよ。ほう。ん？え？うん、そうだよね。こっちのピンクのひなこちゃんも、この黒髪の方のひなこちゃんも、結局、関わってないもんね。本物のひなこちゃんの方も採用されてなきゃおかしいから、え？首から下がひなこなんだよ、にちゃーとか言わないよね。黒髪ひなこのダミーズ！うん。誰か黒髪ひなこと一度でも会ったことがあるのかな？うい。ない。あらら。じゃあまた推理が外れちゃったんだね、サラさん。そんな、誰か心当たりはないんですか？少しだけでも話した記憶があるとか。待て、誰だ？レコさんか？レコさんだけ反応してなかったよな。待て。レコさん？進展。ひなことの関係。ずっと気になってたことがある。レコさんには心当たりがあると。もう、無視できねえよな。サラ、アリスに初めて会った時のことを覚えてるか？ああ、アリスさんは、赤い部屋だっけ？青い部屋だっけ？どっちだか忘れちゃったけど、どっちかの部屋のロッカーに隠れてて、それを、サラちゃんが見つけて、気絶してたのを引っ張って、来たんだよね。っていう出会い方だったと思うけど、それがどうしたんだい？アリスさん？あいつは、私たちから尋問を受けていた。そして、こう答えてたんだ。え？あー！なるほど！ロッカーのね、そう、ロッカールームだったんだ。なるほどね。
試練がどうたらスピーカーから鳴ってたがバカバカしい。身を隠すのが先決だってな。はい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 。なるほど。じゃあ、会ってなかったとしても関わってはいたんだ。4階のロッカールームでひなこちゃんは亡くなった。で、アリスさんは、おお。アリスさんは5階のロッカールームで、試練がどうたらっていうスピーカーとかを聞いてたけどバカバカしいって言って、ダーって逃げちゃったから、あそこは、協力しないとクリアできないはずの試練だったのに、アリスさんが逃げたことで、ひなこちゃんは一人じゃどうすることもできなくて亡くなっちゃったってことだね。アリスさん、何やってんのよ、もう、あんた。まあでもね、映像の中のひなこちゃんはちょうど死にたいと思ってたのをありがとうって言ってたけどさ。あれが、まあ本音だったらいいんだけどさ、いやなんか、いたたまれない気持ちになっちゃうね。あのさ、サラ。もしかしたら、サラは思い当たる道具を持ってるんじゃねえか。持ってるよ。ボイスレコーダーのことでしょ。これだ。レコさんは、これのことを言ってたんですね。はあ、そういえばそうだ。5階でなんか引っかかるんだよなーって言ってたのって、これのことか。はいはいはい。ああ。それは、ペア用の試練が記録された、ボイスレコーダーだ。もう一度聞いてみな。スピーカーのスイッチを押した。これは最初の試練。制限時間は5分。それまでに部屋を出なければ、命を失う。あなたは一人じゃない。目に見えぬ誰かと運命をつながれている。しかし、つながりを拒み、裏切る意志を持てば、安全に出ることもできる。心の声に従え。ああ、心の声に従った結果、まあ自分の命を守ることを優先したってことなのね、アリスさんはね。なるほど。置いてあった場所は、ロッカー室。おそらく、4階と5階に分かれ、連絡を取り合う試練だった。白衣はね、おそらくアリスはごく自然に部屋を出ただけ。だが、相手は死んじまったんだ。アリスは、この試練を裏切り勝利した。殺しちまったんだよ。ペアだった。本物のひなこを。そんな。これが、本物のひなこがダミーズにならなかった理由だ。二人の間に、加害者と被害者って関係が生まれちまったんだ。しましまが。アリス、どうしてもっとちゃんと考えなかったんだ。違うわ。しましまが悪いんじゃないな。こんなことさせる誘拐犯が悪いんだわ。ギンユ、ひどい。つくづく私たちはおもちゃのようにもてあそばれているんだ。だけどそのおかげでひなこの謎は解けました。間違いなくダミーズのひなこは人間。それじゃあ、私についてる手は、一体。いやー、さすがだなー。ご褒美に教えてあげる。舞さんに与えた手は、推理通り僕の生きた手さ。でも、だからってさ、緑が人間だとは限らないでしょってこと？僕が手以外もあげてないとは。限らないよねくる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 回っとるわ、首がよ。やば、すごいぬるぬる動くじゃないメリーゴーランド、いや、コーヒーカップみたいだね。緑の頭コーヒーカップとかあったら絶対乗らないわ。首が回った。やめるぜよ、気色悪い。どう？驚いた？はあ、
全身いろんな人に分け与えてるのか、お前は。で、僕の分身チュッチュとか言ってんのか、変態だね。ドスケベだね。あなたアブノーマルすぎるわ。ちょっとついていけないわよ。貴さん、確実に人間じゃねえぜよ。人間やめちゃいました。いろんな人に僕の体を分けてあげたから、もうほとんど人間の部分ないんだよね。体の 50% 以上が人形なら、もう僕は人形ってことでいいでしょ。これこそ肉体の多数決ってわけさ。いいだろう。緑が人形という扱いなら、すべて納得できる。銀は青、緑は赤、これが確定するってことだ。もう、これで見分けがつくようになったぜよ。おう。ま、せいぜい頑張りなよ。それだけで、勝てると思ってるなら、ね。それじゃあ、議論も尽きたようだし、挑戦者側のヒント仕様、行ってみようか。進展。三つ目のヒント。どれを選ぶかってことね。じゃあ時間もいい感じなんで今日はこれで終わりたいと思いますが、もう狂気に満ちすぎてて逆に尊敬するわ。キャラクターとしてはめちゃくちゃ好きよ。びっくりするぐらい、もう狂気側に振り切ってるからね。それはすごい魅力的だなと思う。でも、私はもうこの世界の人間として、緑と関わるんだったらマジで嫌いになっちゃうね。本当になんか俯瞰してみてキャラクターとしてはすごく好きだけど、もうちゃんと、なんだろう、主観で見て緑のことを好きになれる人は、なかなかすごいご趣味をお持ちだなと思います。はい。ということで、また次回。おつぴよです。ギンくんのこと絶対助けようね。